人気は梅川からの柳原でガチガチだが、ここは梅川ではなく柳原から勝負。一番人気である梅川から柳原の二車単だけは買わない。足元香谷がスパート、そして1番の柳原真央が2番手に入った。さらに2番の梅川福が3番手に上がっている。インコース7番日の未来です。残り1周を切って今第2コーナー、3番橋本海の逃げ、そして1番の柳原真央2番手から先まくり、2番車の梅川風子、柳原真央を追いかける形となった。200を切る3コーナーからセンター、1番2番そして5番の久米田、3番手インコースの7番日の未来で4コーナー待った。1番の柳原真央先頭踏み直す、2番の梅川風子が捉えたかどうか、ゴール戦女接戦。3つのどのラインからでもチャンスあり、言い換えればどのラインが来るか全くわからない。よって3つのラインからとりあえず流してみた。配当のいいところが来たら儲けみたいな考えで。2番の杉森照弘、人気の栃木茨城のコンビで先行体制だ。3番手体制を立て直す5番車の山本慎一、後方から3番の松坂洋平を曲り上げて最終2コーナーからバック。7番の長島、2番杉森、3番手5番の山本ですが、その外から3番車松坂牽制する杉森、杉森が牽制して番手から縦に踏んだ。4コーナーから直線、長島大輔の後ろから踊り出て2番の杉森だ。2番の杉森合輪。どれかに自信と信念を持ってかけたらいいのに、一度迷うとひたすら迷って、これもあるんじゃないか、いやこっちもあるんじゃないかと、非常に悪い非効率なかけ方です。2番の浦山、3番の中山、関東勢が主導権を取って、3番手前とは車間を空けている1番の渡辺福太郎がさあ4コーナー過ぎ踏み込んでいって、残りは1周です。2番の浦山和英を1コーナーで叩いていった1番の渡辺福太郎です。その後ろ4番の高田隼人、2番の浦山交代中だ。2コーナーから最終バック、難関勢が前と変わって3番の中山はスイッチする。3コーナーから2センター、先頭は1番の渡辺福太郎、先頭4コーナーを回ってくる。番手から踏んでくる4番の高田が踏み込んで先頭に変わりました。4番の高田です。高田隼人。吉川を目標にする大越と佐藤の争いになりそうだが、やはりここでも変な迷いが出てしまい、どうせなら最初の買い目にドカンといけたらいいのだが。バックストレッチ打賞が入りました。ペースが上がっていく。6番の吉川先行体制で4番手から、さあ再度仕掛けるか、4番の伊藤義弘まだ一本棒だ。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。6番吉川3日連続の先行になりました。2番の大越2番手、1番の佐藤が3番手、4番手前とは車間を切っている4番の伊藤義弘が2コーナーから最終バック、まだ動かないか。3コーナーにかかりました。6番の吉川が快調に飛ばしている。2番の大越、1番の佐藤、さあ4番手からようやく踏み出す。4コーナーを回っていく。先頭6番の吉川、番手から2番の大越圭介。大越です。渋谷を中心で行きたいが、後ろの田崎、山崎には不安あり。それなら木下、吉橋のラインよりも短期の元砂を狙ってみようと思う。ちらっと振り返りました。3番の木下明、しかしここでは1番の渋谷反撃しません。打賞が入って3コーナーから2センター、イエローラインまで上がっていって後ろを気にする3番の木下、さあスピードを乗せていく。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。54歳木下明の先行勝負となりました。4番の吉橋、7番の細沼、関東ラインが主導権握って、さあ後方からまくってきたのが1番の渋谷連打。最終バックから3コーナー、その渋谷に対してブロックするのが4番の吉橋秀樹、打ちをつくのが7番の細沼か。いや2センターから4コーナー、まだ先頭は3番木下粘っている。外から1番の渋谷連、渋谷が迫って大外からは5番の山崎浩也飛んできたがどうか。門脇と岡島の再戦、ここも門脇が有利に進める。後ろの椿とのワンツーで締めくくる。4番手の競争、そして1番門脇はざっと下げて5番手の位置です。2番岡島が赤番からどうやら先行体制に来て、5番長橋、そして6番松岡義彦、
道中乗り換えて7番青山幸男4番手を進んで1番門脇は5番手です。2番岡島が初日同様に門脇を後ろにやっての先行勝負になりました。番手には5番長橋武史、さらに6番松岡義彦、縦秘める6番松岡、さらに7番青山幸男と3、4番手の状態で2コーナー付近でまくり上げていった1番の門脇翼。さあ1番門脇と2番岡島昇、力比べになりましたが5番の長橋の牽制をかいくぐり1番の門脇後ろが離れています。さあ2番岡島を捕まえた1番門脇翼、あとは2番手以降6番松岡が追い込んできた。1番門脇翼ゴールイン、2着6番の松岡義彦、初日のワンツー。足立からが人気ではあるが、足立も後ろの坂本、高森も近況はサイズで、それならその3人以外の4人のボックスで勝負してみる。1番の足立が6番手になって打賞が入っています。一本棒の体勢、4番の武田が飛ばしていきます。3番手をキープしている2番の鶴岡義行、そして1番足立龍樹は行けずに6番手の位置、残りは1周です。武田和也の突っ張り先行、3番吉野が2番手の位置、さあ3番手からまくっていこうという2番の鶴岡義行ですが、ちょっと車が伸びていかない。そして後方からサイド上がってくる1番の足立龍樹だ。3コーナーから2センターまくってくる1番の足立が4番手のアウトコース、先頭は4番の武田で4コーナーを回ってきた。番手から3番の吉野武、吉野武です。3番の吉野でした。榊田が先頭で後ろに三住、そして3番手に地元の関、この3人でオッズもガチガチではあるけれども逆らう必要はないかと。こちらも中段3、4番手抜け目なく回りまして、2番榊田雄介は北海道勢近畿勢を受けて5番手です。ジャンで5番田原正弘、少しスローペースに落としました。6番坂田は3番手で5番で2番榊田雄介の体勢、最終ホームで5番田原正弘ラストスパート、北海道勢主導権取り。3番手には6番坂田学です。今日も好展開は6番の坂田、先まくりの体勢を取りました。2コーナーからバックストレッチ、5番田原を捕まえて6番坂田学、3番北川文部と近畿勢、その後に2番の榊田雄介、3番北川、さあ同期2番榊田の止められるかどうか。3番北川、2番榊田、そして外から1番の三住弘明が一気に追い込み、三住弘明かわして降臨、2着2番の榊田雄介。休み明けの丸山だが最後は締めてくるだろう。相手には鈴木や工藤よりも地元長谷部と後ろの亀尾、後ろ5番手の位置が5番の鈴木号、一本棒で打賞が入りました。さあ早くから飛ばしていきます。7番の大中拓馬、4番の隅、3番長谷部、4番手は2番の亀井久幸で一本棒、残りは1周です。大中拓馬が思い切って逃げる。4番の隅が番手の位置、3番手からさあまくっていきます。3番の長谷部翔、その後ろ2番の亀井が続いて、それに対して抵抗していく4番の隅いつきですが、乗り越えた3番の長谷部翔が先頭に変わりました。2番の亀井、追ってくるのは5番の鈴木豪で4コーナーを回っていく。先頭は長谷部、その番手から2番の亀井久幸です。2番3番となりました。マイペースでかけれる、ここは鈴木が崩れることは考えにくく、むしろ怪しいのは後ろの石田、石田のところを狙われることも考え、相手には近藤や奥で手島をチョイス。鈴木亮介が前に踏んで4番奥では7番の石田の内、さあ今度は粘る形となりました。追い上げて内にコースを取って7番石田弘樹を外並走の形に持っていった4番奥出健志郎、3番近藤元親がその後ろにつけて、あとは5番の手島幸則、後方の2人は1番岩本和也と6番柴田健、先頭2番の鈴木亮介で2コーナー一気のダッシュ、後続を振り切りました。2番手には4番奥出健志郎、3番近藤元親、3番手石田弘樹は交代、4番手外でインコース5番手島幸則、さあ2番鈴木亮介をめがけて4番奥出健志郎が縦足勝負に持っていって3番近藤元親追い込んでくる。しかし先頭振り切った2番鈴木亮介後輪、2着3番近藤元親。最近を中心に売れてはいるが、
中島が3着は外さないとみて、中島を軸にほぼ全通りで3連複で流した。小原がそれを合わせて踏んでいって3番手確保。地元の5番中島志音は、さあ迷わずジャンからの反撃。2番佐伯翔太がスローに落としたところを一気に叩いて、5番中島志音から6番小峰武、3番手に2番佐伯翔太が入っていって、内々を立ち回って4番児玉雄一は現在は2番佐伯翔太の3番手インコースで塞がれています。1番小原忠も後方展開となって、5番中島志音が先頭、番手には6番の小峰武、さあ後ろに備えて6番の小峰の2段掛けですが、上回る脚力で2番の佐伯佐伯翔太、一気に地元勢を捉えて先頭に変わって、4番児玉雄一も1、2班初 V へのチャンス、残り最終直線に入りました。2番の佐伯翔太、児玉雄一、児玉雄一、1、2班初 V ゴールイン。